皆さんこんにちは、斉藤マクセルと申します。本日の動画はですね、こちらのモッド生物タイタヌスゴジラでエクスティンクションのボス、デザート、フォレスト、そしてアイスのこの3体のタイタンと戦っていこうかなと思っております。よし、ほんじゃあまずはね、最初に今回使うこのゴジラのステータスの紹介しておこうかな。体力が240万。んで、メレーが200っていう、まあもう、レベル150でテイムしたやつの、まあそのまんまやな。うん。ステータスは何も振ってない。まあというのも、まあこのステータス見てもらってもわかるんやけど、まあ、いらんよな。いや、振る必要ないんよな、こいつ。強すぎてさ。何これ、体力240万やで。確か、デザートとか、フォレストでも、確か体力が30万、40万とかそこらじゃなかったかな。だからね、まあもう、正直、振らんでも余裕かなと思って、今回はあえて、もうちょっとハンデを上げようかと。奴らに。これぐらいのハンデを上げても、まあ余裕で勝てるということを証明していこうか。よし、ほんじゃあ早速デザートタイタン召喚していこうか。よし、これで全部やな。よし、行くぞ。で、出たら、まずはね、このマナガルムに乗ってゴジラのところまで、さっきのとこに置いてるから、そこまで行って、ゴジラに乗り換えてからデザートタイタンと勝負していこう。よし。まあ、いけると思うけどな、全然。やべ、マナガルムどこ行った?あれか?ちょっと待って、マナガルム、あれか、ちょっと待って、マナガルムあれじゃん。ちょっと待って、ちょっと待って、マナガルムがなんか変なとこ行ってる。やべ、あいつやられる!ちょっと待って、あいつやられる!ちょっと待って、マナちゃんなんでこんなとこ来てんの?お前、お前、乗らせろ。よし、危ね。おい、これあれか、中で転送したらなんか変なとこ行くんか。ちょっと知らんかったな。あぶね。びっくりしたわ。最初出てきた時いい銀かったから一瞬困惑したもん。よし、じゃあマナガルムをボールにしまってやな。よし、ほんじゃ行きましょうか、ゴジラさん。行きましょう。やっちゃいましょう。って思ったんやけどさ、これ。デザートどこや?ちょっと待って、これデザート見えるか、もしかして。見える?あ、見えた!あ、やべ、ちょっと待って、これ。デザート思ったより上すぎる。あれ、どうしようかな。上行くか。上行って、ビーム当てよう。ビーム。登れるか、大丈夫か。行けるか。狭い!ちょっと待って。おい、ゴジラには狭すぎるぞ、ここ。あっち側から登った方がいいか。あっち側から登ろうか。あ、やべ、登れた。いけた、こっちから。こっちからでもいけた。よしよし。よしよし。この辺におったよな、確か。あれか、ちっちゃ。ちょっと待って。デザートタイタンがちっちゃすぎるな。ゴジラから見たら。ただこれ攻撃届く。ちょっと待って。ブレスでいっか。さあ、あ、よし、入った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 。おー、OK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 。めっちゃ入ってる、めっちゃ入ってる。3000ダメージ。よし。これ、ブレス、あれやな。一定期間撃たれへんから。ちょっとそれ待ちやな。おお、待て。電気撃ってきてる。いや、食らってなくね?いて。こういう感じ。ほんで、なんかちょっとスリップダメージもあんのかな。このブレスに。スリップダメージもあって、それも食らってんな、相手。で、こっちさ、え、これ食らってる?俺は食らってないし、こいつもなんか全然ダメージ食らってんやん。雷の。うん。この角度か。よし。こんな感じでやっていくしかないな。届かへんもんな。とりあえず吠えとくか。お、かっこいい映像やぞ。ちょっと遠いよな、これ。ちょっとやね、あと。これ、あんまり行き過ぎたら落ちるよな、俺。あとちょっと、あとちょっとやねんけどな。割と目と鼻の先やねんけど。
これ以上行かれへんのよな。これが惜しい。あ、間違えた。間違えた。踊っちゃった。踊っちゃった。ちょっと待って。間違えた。間違えた。まだこいつの操作に慣れてへんねん。これ、中断できひんし。煽ったろ。煽ったろ。おい。おい、どうしたデザート、おい。おい。やってみろよ、おい。倒してみろよ、ええ。え、お前。なあ、タイタンやって調子乗ってたよな、お前。タイタンやからってよ。ん？あ、ちょっと待って、群れに狙われてるけど、これ大丈夫かな？これ俺大丈夫かな？大丈夫か？大丈夫そうか？よし。煽りも終わったとこやし。ブレスってこう。これもう立ってるって言うんか、ここに。もうほぼ落ちてるけどな。さあ、もうあとちょっとやで。スリップで落ちるか、スリップで落ちるか。まああと一発か。あと一発いるか。さあ、お前も終わるぞ、おい。さあ、終わり！オッケー！オッケー！デザートタイタン、討伐完了！見たか、おい。このデザートタイタンを踏みつけるゴジラ。でかすぎやろ、こいつ。マジで。なんか、ええ感じのこの、なんかこういう乗り物みたいになってる。めっちゃええ感じやん。ゴジラに、ゴジラサイズやったらちょうどいいな、これ。よっしゃ。とりあえずデザートタイタン討伐完了で。よし。じゃあ次はホレスト行きましょうか。よっしゃ、続いてホレスト行きましょうか。まあホレストはな、デザートみたいになんか飛んでるわけじゃないから、普通に殴り合いできるから、まあ普通に考えたらデザートより余裕なんじゃないかな、ホレストの方が。一番ホレストが体力あるはずやけど、まあゴジラさっきまでブレスしか打てんかったもんで本気出せてないからね。やっとこっちはゴジラ本気出せるっていうことは、まあ余裕なんじゃね、ホレストぐらいなら。よし、行くぞゴジラ。さあ戦おうぜホレスト。まず大きさやねんけど、やべえ、でけえ。ほれ、あ、でもホレストも結構でかいな。ホレストも結構でかい。オッケー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 。いいね、いいダメージ出てるね。ほら見ろこのダメージ。さあ戦おうぜ。おお、結構ダメージ与えてくるね。やるね。おれ、うわ、4万5000入ったぞ今。尻尾めっちゃ入った。踏みつけは、うわ、3万9000入ってる。すげえ、めっちゃ強い、めっちゃ強い。これ尻尾回転攻撃強え。もう怪獣同士のバトルやな、これは。いや、この引っかきがもうこんなポンポン打てんのすごいな。で、ちょっとブレスも打っとくか、さっきみたいに。おら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 、どうしたどうした、おらオーケー、フォレストタイタン討伐完了。いやー、余裕やったな。なんやこれ、むちゃくちゃ強え。で、体力も見てくれ、全然減ってん。これどれぐらい減った？いや、もう数値大きすぎてもうみんなめんどくさいわ。でも全然減ってんよな。せいぜい数万ぐらい。いや、数万でも結構減ってるはずやねんけど、こいつからしたらやっぱ200万も体力あったら余裕やな。よっしゃ、本日では最後のアイスタイタン行きましょうか。まあさっきの感じで言うと、正直アイスタイタンってめっちゃ強いけど、ゴジラが強すぎて多分余裕な気はするけどな。ホレストがあれやったもんな。
やからまあ簡単には倒せると思うけど、ただ凍らせてきたりするから、それがゴジラに効くかどうか、そこが見ものやな。ゴジラすらもあいつは凍らせることができるのか。よし、行くぞゴジラ。本日最後の戦い、アイスタイタン戦。さあ、アイスタイタン、戦おうぜ。バトルスタート。まずは尻尾回転、そして引っかき。でかさはやっぱゴジラの方がだいぶでかいな。アイスタイタンもでかいけど、おら、めっちゃダメージ入る、めっちゃダメージ入る、ついよゴジラ。おら、2万1000ダメージ、ついよ。おらあ、でも強いな、5800ダメージ与えてきてるわ、強いわ。でももう終わりだ、これで最後。終わらんかった、ほんじゃこれで最後や。おらっ、オッケー、よっしゃー、アイスタイタン討伐完了。よっしゃー、ついよゴジラ。ちょっと待って、体力はどれぐらい減った？あ、もうほんまに減ってんわ。あ、ただちょっとさっきよりかは、まあ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 、若干減りはしたけど、正直こんなんゴジラからしたらかすり傷程度やな。いや、恐ろしすぎやろ、タイタヌスゴジラ。いかがだったでしょうか、今回こちらのタイタヌスゴジラで3種のタイタンたちと戦ってみたんですけども、いやもうレベルが違うっていうレベルじゃねえ、いやもうそんな次元とうに超えてるわこれは。ボス単体で倒すだけでもやばいのに、しかもタイタンやからね、タイタンってボスの中でも結構強い方やし、それを単体で倒すだけじゃ飽き足らず、そもそもステータスもまるで振ってないからねこいつ無振りでこの強さやからやばいんよな。もちろん最高レベルっていうのはあるけど、正直これ最高レベルじゃなくても全然倒せたな。あ、まあ、ステータス知らんけど、ゴジラ最悪レベル1ぐらいでも倒せんじゃねっていうぐらい強いな、ゴジラ。うん。むちゃくちゃやばい。まあ今回やってみてね、タイタンごときじゃ、普通のタイタンごときじゃ全然相手にならんなっていうのが分かったので、次ゴジラで戦うときはあのキングタイタン、ここのラスボス、やっぱキングタイタンと戦いたいな。キングタイタンはな、やっぱレベルが違うからな、あいつもこの辺の3種のタイタンとかレベルの強さじゃないっぽいからね。俺まだ正直一回もやったことなくて、動画でしか見たことないけど、ステータス確か体力100万超えてくんねやっけ、こいつと同じぐらいあるから。まあそうやな、やっぱ次はねキングタイタンを倒して、まあ堂々とねゴジラが怪獣の王っていうのをちょっと証明していけたらなと思ってるわ。うん、ということで今回はこの辺で終わっていきたいと思います。この動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。またね。